はい、それではやっていきましょうか。今回はですね、いきなり誰やねんという感じですかね。いきなりですよ。毎回誰やねんなんですけど、誰やねんですね。うん。誰？富田慎吾。意味不明っすね。誰っすか？全くもって誰が知れないっすね。全くもって誰が知れませんと。富田くんの、富田くんは何者なんでしょうか。現在37歳、もうリタイアですかね。最多出場がベガルタ仙台と。いう感じで、ポジションボランチと、169、実質やな、おい。日本代表歴ないと、知ってますと。もともとは、東京ベルディのユース出身と。で、ベガルタにプロでなって、もうすごいな。ベガルタで、何年これ。18年。ベガルタ一筋やん。やば。J1 通算255、プロ通算518、すげえな。仙台一筋。やば、万事だね、君。なかなかの万事だね。いや、これすごいね。こんな選手がいると思わなかったですね。なかなかマジでびっくりしました。はい。いやー、これはすごいな。なんか、ベガルタ仙台で迫って役職に就いてもおかしくなさそうですけども。はい。引退が去年引退したのか。あ、じゃあなんかやってるでしょ、多分ね。もうそろそろベガルタ仙台に帰ってきそうな気がしますけどね。ベガルタ仙台今カオスですからね。あ、でもカオスってもあれか。この動画を上げる頃には森山が監督就任決まってんのかな。まあ、そんな別にね、何か。どうだろうね。秋葉と同じ匂いがすんね。盛り上がるのは盛り上がると思うよ。なんかキャラクターあるしね。ただなんかまあそれと結果ってのは比例しないからね、なかなかね。まあでも、ベガルタ仙台楽しみですね。